ハレルヤ、アメン、アメン。こんばんは、こんばんは、ハレルヤ。今日はちょっと涼しいですか。あ、雨かな今。なんか今雨の音がして、雨が降ってますね。ヒカルさん、ハレルヤ。たくさん、こんばんは。ハレルヤ、アメン、アメン。今週はですね、今週はあの、カリオの祭りですね。カリオの祭り、カリオの祭りは今週の日曜日に説明しましたけども、イスラエルが40年間荒野で、旅をしますね。テント生活といいましょうか。その、テント、テントのですねことを、まあ、カリオみたいなですね。で、そのいろんな意味があるんですが、一つは神様と親しい関係を持つということでしょうか。私たち、クリスチャンの信仰生活は、聖霊様に仕える、聖霊様に仕える、そのあれですね、聖霊様の、に仕えるということが一つの、大事なポイントです。以前私たちは偶像に仕えていたけど、今聖霊様に仕えている、ね、聖霊様に仕えている、そういうことですね。私たちは聖霊に導かれる、聖霊様に仕えるということを訓練しています。まあ、今日のタイトルはお金とは何かということですが、まあ、ちょうど聖霊に仕えることの反対が、まあ、お金に仕えるということでしょうか。お金に仕えるか神に仕えるか、二つに一つとイエス様はおっしゃいました。イエス様はその神に使えるか富に使えるか、両方に使えることはできないよ、両方に使えることはできないよ。神に使えるならば、その、富の方に使いにくい。はい、こんばんは、こんばんは。で、富、まあ、富、お金って言ったらいいかな、お金に使えるならば神に使えることができない。二人の主人に使えることができない。片方がおろそかになるということで、多くの人はお金に使えています。お金に使えることが不信仰と言ってもいいぐらいですね。お金に使えることが不信仰、そして、聖霊様に使えること、聖霊様に使えることが、これがですね、本当の信仰と言えるのではないでしょうか。まあ、お金というのはですね、まあ、とても大事な概念で、一体お金とは何かということですね、やっぱり考える必要があると思います。それではですね、いつものように皆さんにまず答えてもらいましょう。お金は人を惑わし、人を悪に変えてしまいます。そうですね、それでは皆さん、お金とは何か、お金とは何か、皆さんの答えを書いてください。お金とは何か、皆さん書いてください。偶像、必要悪、悪魔の札、日本銀行券、悪魔、生活の柱、紙切れ、生きていくための糧、教会のためにお金を使うことはいいことですよね。物々交換の代わり、お金とは命、神からの与えられたもの、幸せ、妄想、欲しいものを変える、欲望を手に入れる必要なアイテム、お金は心、物々交換の代替え
品としての必要、欲望を手に入れる必要なアイテム、報酬、金銭を愛することはあらゆる悪の根、偶像、大体いい線いってますね。お金がないと生きていけません。そうでしょうか。お金がなくて生きていけないのでしょうか。そこに大きなですね、嘘があると思いますね。物の価値を測るもの、皆さん結構できますね。はい、はい、ありがとうございましたね、素晴らしい。なんかもうみんな答えられちゃったみたいな感じですね。お金とはお金でしか人を信用しないことです。お金でしか人を信用しない。悪魔がイエス様を頼らせないように作った。はい、あのですね、まあちょっと難しい問題なのでね、まあその部分的にしかちょっと説明できないと思うんですが、まあとても大事なテーマなんですね。大事なテーマではまずですね、まあお金とは何か、まあ皆さん答えてくれたんですが、まあお金というのはですね、その物々交換の代替品ですよね。でお金というのは物を買うものですね。お店に行って物を買う、ね、ビジネスで物を買う、お金によって、いろんなそのことができます。そして、まあ、お金というのは、お金というのはですね、いろんな良い面もあります、悪い面もありますが、良い面もありますね。お金というのは、まあ、貯めることもできれば、計算することもできれば、それから、借金することもできれば、お金というのは便利なものですね。便利なものです。しかし、結局のところ、お金とは何かということはですね、結局お金というのは物を買うわけですから、ある意味ではあの物の価値みたいなね、物の価値そのものみたいな、もっと分かりやすく言うとお金というのは物の価値みたいなね、物の価値、要するに、この世の価値といった感じでしょうかね。この世の価値、この世の価値、それがお金ということでしょうかね。この世の価値ですね。そして皆さん、神の国にはお金があるのですか。天国にはですね、天国にはお金ないと思いますね。わかりませんよ、言ってみないとわかんないですけど、まあ、天国にお金がないと思います。天国にお金がない。つまりですね、お金がなくても何でももらえちゃうみたいなね。何でももらえる。わかりません。あ、天国ポイント。天国ポイントはですね、確かに天国のお金と言ってもいいでしょうね。まあ、それを天国ポイントで物を買うかどうかはちょっとわかりませんから、まあ、天国ポイントが、どういうものかよく分かっていませんが、まあ、宝であることは確かです。お金はこの世の宝ですね。お金はこの世の宝ですが、天国ポイントは天国の宝と言ってもいいでしょう。まあ、天国のお金と言ったらちょっと合ってるかどうか分かりません。まあ、天国ポイントは何か、まあ、知らない方もいると思うんですが、天国ポイントっていうのはこの放送で作った言葉なんですが、天国ポイントっていうのは聖書に書いてある天の宝、天の宝、ね、天の宝っていう言葉が聖書にあるんですが、その聖書の宝を、天国の宝を、天国ポイントと言っています。はい、それではですね、お金、聖書はですね、お金についてどう言ってるかというと非常にネガティブに書いてあるんですね。よく見せるところですが、第一テモテ6-9、金持ちになりたがる人は誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる、愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために深刻から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
金銭を愛することが悪の根、要するにお金を愛しちゃいけないということですね。そしてもう一個はお金持ちになりたがってはいけない、お金持ちになりたがってはならない、ね、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。つまり聖書ではですね、お金持ちになりたがっちゃいけないということですね。多くの人はお金持ちになりたいと思いますよね。まあそれはまあ誰でもそうだと思うんです。お金持ちになりたい、ところが聖書ではですね、お金持ちになりたがっちゃいけないんですよね。6章9節に書いてあります。お金持ちになりたがっちゃいけない、お金持ちになりたがっちゃいけない、それからお金を愛しちゃいけない、お金を愛しちゃいけない、かなりこの聖書っていうのはこの世の価値観と大違いね、この世の価値観と大違いなんですが、どうして、お金持ちになりたがってはいけないのか、どうしてお金持ちになっちゃいけないかというとですね、その、まあ、お金が偶像になっているということでしょう。数の子さんこんばんは。お金が偶像で結局むさぼるみたいなね、要するに、偶像崇拝っていうのは、まあ、この世のものを、求めるということでしょうか。または、欲望を求めるということなんですが、その物とかこの世のもので欲望を満たすことが、要するに欲望っていうのはこの世のものを貪るみたいな感じですね。そしてこの世のものを手に入れるためにはお金が必要、つまりお金で、さっきもありましたね、お金で欲望を満たす、お金で欲望を、満たす、ね、欲しいものを買うということで、そして、貪っていく、まあ、これがこの世の欲です。ですからそれが結局はお金が欲しがることによって、結局それは欲望をそそることになるわけですね。欲望をそそる。そして私たちは偶像崇拝いけないし、むさぼりがいけないし、まあ、欲望に従ってはいけないわけです。欲望に従ってはいけないということは、結局は、お金を愛してはいけない、お金を求めてはいけない、お金を、まあ、お金を使っちゃいけないってことじゃないですよ。クリスチャンはお金を使っちゃいけないということではないんです。ただお金持ちになりたかったりとか、お金を愛してはいけないね。まあ、例えばお金を愛するって言ったら、例えばギャンブルなんてのは結構お金を愛することじゃないでしょうかね。株をやるとかね、それから FX でしたっけ、その FX やるっていうのも結局それはお金を愛していることになるんではないでしょうか。お金は、強烈に人を縛ります。そしてですね、多くの人はお金を求めています。まあ、未信者の人はみんなお金を求めていると言ってもいいでしょう。お金が偶像になっていると言ってもいいでしょう。それでは皆さん、私たちは、そのお金を愛するんじゃなくて、何を愛するんでしょうか。お金を愛するんじゃなくて何を愛するんですか。お金を愛するんじゃなくて何を愛すればいいんですか。そうですね、イエス様ですね。イエス様を愛するということが本当の、答えですが、この今のところのところによるとこう書いてありますね。この11ですね、11。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。つまりですね、お金を求めるんじゃない。クリスチャンはですね、これはね、第一テモテ6章ですね、
第一テモテ6章。つまりお金を求めるんじゃなくて、ね、お金を求めるんじゃなくて、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求める。つまりですね、皆さん正しさを求めてますか？ちょっと、意地悪な質問にしましょう。ね。皆さん、正しさを、お金より求めてる人が1、お金の方が正しさよりもお金を求めてる人が2ですね。お金よりも正しさの方を優先する人が1。例えばですね、買い物行くでしょ。で、お釣りが多かったとしますね。そしたら、そのまま多いお釣りを持って帰っちゃうのが 2ですね。それから、正しさをこの優先する人は、多くもらったお釣りを返す。多くもらったお釣りを返す。これが1ですね。で、得したと思って持って帰っちゃうのが2ですね。はい、皆さん、お金より正しさを優先する、正しさの方が大事だと思う人が1。いきまーす。1、2の3。わー、少な少なすぎ、少なすぎですよ。 24% じゃないですか、皆さん。少なすぎですよ、皆さん。もっとですね、正しさを愛しましょう。クリスチャンの皆さんは正しさを愛しますよね。お金よりも正しさ、お金よりも正しさを、愛しましょう。正しさだけじゃないですよ。正しさだけじゃなくて、経験、これ経験って字かな、ちょっと出て、あ、経験。経験っていうのは、まあ、信仰深いっていうことでしょうかね。経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。皆さん、お金を愛するんじゃなくて、こういうことを愛するのです。イエス・キリストを愛することであり、正しさを愛することであり、経験を愛することであり、信仰を愛することであり、愛を愛することであり、忍耐を愛することであり、柔和を愛することです。これが正しいのです。お金よりもこういうものが価値があるのです。お金よりもこういうものが本当の富なのです。本当の宝なのです。ね、お金はある意味では、本当の宝ではないのです。本当の宝ではなくて、物質的な宝ですが、第2コリント9の6、ちょっと待って、第2コリント9の6、ああ、これですね、はい、それでですね、そうですね、何を話したかったかな、そうそう、イエス様が言いました。イエス様は地上に宝を蓄えてはいけない、天に宝を蓄えなさいと言いました。この地上の宝を蓄えてはいけないということは、結局はですね、お金のことですね。よし、この地上にお金を蓄えてはいけないということですね。この地上でお金を蓄えてはいけない、天に宝を蓄えなさいということですね。天に宝を蓄えるということは、神様が喜ぶようなことをするということですね。これが信仰です。天国ポイントを貯めることが信仰です。これが信仰ですね。そして、地上の宝は、錆がついて、虫がついて盗まれると書いてありますね。この世のお金はなくなっちゃうんだよということですね。この世の富、この世の宝はなくなっちゃう。そして、天の宝は永遠に残ります、それから、そうですね、宝のあるところに心があるとも書いてありますね。自分の宝のあるところに心がある。つまり地上に宝があると、地上のことに心が向きます。地上のことに心を向くこと、これが、
まあ、ある意味では、貪欲という感じでしょうかね。貪欲、肉的という、肉的です。そして、天国に宝があれば、天国に宝があれば天に心を向きます。天に心を向くことが、これが信仰ですね。天に心が向く、これが信仰です。つまり天に宝を蓄えたらば、私たちの心は、天にあるということですね。つまり肉的か信仰的かということですね。肉的か信仰的、この世を愛する、この世の宝を愛する、欲望に生きる、これが肉的ということですね。そして信仰的に生きる、信仰的に生きる、天に宝を蓄える、正しさ、経験、信仰、愛、柔和、そういった信仰的なものをに価値を置いて、そういう信仰的なものを、求めるのが、これが信仰です。信仰ですね。そして、多くの人はお金に使えてますけど、クリスチャンはイエス様に使えます。イエス様に使えます。そしてお金はね、そのお金がなきゃ食べていけないっていうかもしれませんが、神様が与えてくれるよということですね。神様は与えてくれるということですね。あとですね、お金に関わる教え あったかな。あ、お金、これはですね、聖書経済学っていうんですけど、聖書経済学、この世の経済学はですね、まあ、お金を貯めるというのが、お金を、ね、貯めるというのがこの世の経済学なんですが、聖書経済学はですね、与えなさいという命令があるんですね。与えなさい、そうすれば与えられる、これが聖書経済学ですね。まあ、この世の経済学と全く反対なんです。聖書の経済学は、貯めるのではなくて与えるというね。それルカだったかな、ルカのですね、ここですね、ルカの 6-38、 これが聖書経済学ですね。あ、で、電話ちょっと出れないな、ちょっと電話出れません、申し訳ない。6-38ですね。ルカ 6-38、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで、自分も計り返してもらうからです。聖書経済学は与えることだということですね。与える、しかし普通だったらですね、与えたらなくなっちゃうというのがこの世の経済学なんですが、聖書経済学では与えるとですね、神様が保証してくれてですね、与えてくれるというね、人を計る計りで自分も計り返してもらう、つまり、神様を信じないから与えたらなくなっちゃうというのがこの世の経済学ですが、聖書経済学は与えることによって、与えることによって神様が与えてくれるのでね、与えれば与えるほど与えられるという、自分のしてほしいように、自分の計る計りで自分を計り、返してもらう、これが聖書経済学ですね。これが聖書経済学、つまり多くの人は、お金を貯めて欲望を満たそうとするけれども、聖書経済学は、与えることによって与えられていく、与えることによって与えられていくという、その神様の経済学ですね。神様の経済学、つまり、貪欲に、ね、貪欲に、お互いにこう利害関係で、ね、争うような、日中関係もそうですね、日中関係で尖閣諸島を争うように、利害関係で争うのではなくて、ね、与え合うという、与え合う経済学、いいと思いませんか皆さんね。貪欲にね、こう奪い取り合うような、そういうですね、貪欲な関係よりも、
与え合う関係っていいと思いませんか。日本はそういう関係が必要ではないでしょうか。つまりお金というのは、もちろんこれはですね、正しく使えば有効ですよ。お金というものを、クリスさんこんばんは、よく来てくれました。クリスさんこんばんは。お金というのは正しく使えば非常に有効です。そしてお金のことを祈ってもいいんですね。イエス様、お金、いくらいくら必要ですからお金、ください、祈っていいんです。つまりお金もですね、お金も、神様が与えてくれる。お金も神様が与えてくれる。これが信仰です。これが信仰ですね。すべて、ね、神様が与えてくれる。必要は神様がご存知です。明日の心配は無用です、ね。いいと思いませんか。皆さん、多くの人はお金でですね、お金憂えて心配してですね、あ、お金がない、お金がないって心配する人がたくさんいると思うんですが、イエス様は明日の心配は無用だよ、明日の心配は無用だよ、神様が与えてくれる。これが信仰です。ですから皆さん、お金のことで心配するのはもうやめましょうね。お金の束縛から解放されましょう。今日のサブタイトルですね。お金の束縛から解放されましょう。サタンはそのお金で束縛してきます。お金で束縛してきてですね、お金でネガティブにして、お金で心配させて、お金で支配しますね。でも皆さん、そのイエス様を信じることによって、イエスキリストを信じることによって、お金の束縛から解放されます。お金の束縛から解放されます。お金の束縛から解放されます。それがとても大事ですね。大事です。はい。ですから皆さん、私たちはお金を求める生き方ではなくて、神様がお金では買えない、ね。お金っていうのは結局一時的な価値ですね。本当の価値、天の宝、天の宝を追い求めましょう。天の宝を追い求めましょう、ね。愛、喜び、平安、そして正しさ、そして信仰、ね、愛、柔和、忍耐、そういった本当に価値があるもの、神様が評価するもの、100万円持ってても神様はそういう評価しませんね。私たちが、皆さんが例えばですね、お祈りをする、皆さんが伝道部屋を見る、それは天に宝を蓄えますね。その神様が喜ぶこと、神様が価値を置くことが本当の宝なんです。それが本当の宝なんです。皆さんがイエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて、天に宝を蓄えることができます。その天国ポイントを貯めることが本当の、お金持ち、本当の豊かな人間、本当の豊かな人間、それは神様にあって、豊かな人、神様にあって豊かな人が、これがですね、本当の、豊かさです。本当の豊かさですね。皆さんですから、ぜひ価値観を変えましょう、ね。価値観を変えて、お金を愛する、またはお金に束縛するような人生ではなくて、霊的な価値があるもの、霊的な宝、天国の宝、本当に、神様が喜ぶような宝を蓄えましょう。イエス・キリストを信じる者は天国に行きます。天国に行ったらその報いを受けます。銀行にお金があっても、天国に持っていくことはできません。銀行のお金は、死んでも持っていけないのですね。しかし、天国ポイントは、永遠にそれを
自分のものにすることができるのです。まあ、お金は偶像と言ってもいいでしょう。またお金はもう本当にこの物の価値、物の価値そのものと言ってもいいでしょう。しかし私たちは霊的な価値、霊的な価値を求めます。アメン、アメン。じゃあ今日の英語、英語はですね、大宣教命令の、次ですね。英語は、このバプタイズ、バプタイジングっていうところね、バプタイジング them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit。 19節後半、つまり、これはですね、父子聖霊の名によって、彼らを洗礼を授けなさいということですね。まあ、あの、行って弟子を作んなさいっていうところまで話しましたけど、弟子を作った後、父子聖霊の名によって洗礼を授けなさいということですね。これは水の洗礼ですね。または聖霊の洗礼も含んでるかもしれません。 Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit。 父子聖霊の名によって彼らに洗礼を授けなさいということですね。水の洗礼も受ける必要がありますが、聖霊の洗礼、聖霊のバプテスマはもっと大事ですね。もっと大事です。今あの日本はですね、デフレと言います。皆さんデフレって分かりますか？デフレっていうのは物の価値が、まあ、継続的に落ちる、物価が落ちるっていうのがデフレです。でインフレっていうのは逆で、その物価が継続的に上がる、物価がですね、物の値段が継続的に上がることがインフレと言います。でデフレは逆ですね、物の値段が下がっていく。今日本はデフレですね、デフレ、物の値段が下がっているわけですね。で日本の場合はデフレスパイラルっていうんですか、デフレスパイラルって言って悪循環でどんどんこう下がっちゃう、これがデフレスパイラルですね。つまりですね、まあ、デフレっていうのは物の値段が下がるということで、ある意味では、お金の円高ではあるけれども、円高ではあるけど、結局、物の値段が下がってお金の価値が上がるのかな、お金の価値が上がるのかな。そしてインフレは逆ですね。インフレは物の値段が上がってお金の価値が下がる。でハイパーインフレっていうのがあってね、ハイパーインフレ、つまりこうお金をこんなにね、例えば1個のリンゴ買うのにこう何万円とかね、何十万とか、そういう物の値段が上がっちゃうのがハイパーインフレですね。今は、デフレスパイラルですから、物価が下がって、そしてお金の価値が上がってるということでしょうかね。はい、それではですね、はい、それでは、証しいきましょうね、お菓子。はい、お金よりも大事なものを見つけた証。お金よりも大事なものを見つけた証、スタート。お金よりも大事なものを見つけた証、スタート、スタート。この放送で学びました、お金はおっかない、お金より大事なのは天国ポイント、聖霊体験が大事、イエス様を崇めること、この放送が大事、人類愛。
お金よりも祈ることが大事、あやぺさん。聖霊体験、アメン。ハイパーリバイバル、いいですね。ハイパーリバイバル。1億円より油注ぎ、お金より許すこと、アメン。この配信は毎日やってくれるから嬉しい。クリスチャンは餓死しないって。お金より信仰が大事、アメン。お金より礼拝が大事、アメン。イエス様に感謝して毎日来ていることに感謝、アメン。尖閣は中国にあげればいいと思いました、アメン。世界同時多発リバイバルを起こしてください、アメン。お金よりも神様が大切です。明日のことは明日が心配します。天国に行きたいです。神様を喜ばせたいです。自虐的なことを言わなくなった自分。天国ではお金は必要ない。神様は全て与えてくださいます。お金より洗礼を受けたいです。毎日イエス様に感謝する喜び。天使を笑顔にさせたいです。愛のある暮らしがしたい。ニートでも勝ち組になれることが分かりました。この放送を見ることが最高の財産です。ありがとうございます。聖書を堂々と読める喜び。イエス様に出会いたい。この放送を見て楽しくなりました。イエス様、今日もあなたに感謝します。ありがとう。イエス様から愛を学び生きていることに感謝。この放送のきっかけでイエス様が好きになりました。この放送で笑えるようになりました。この放送は元気が出ます。お金のために生きてきたのは意味がないことが分かりました。ハレルヤ。油注ぎだけで生活できます。ハレルヤ。イエス様に祈って奇跡が起きました。この放送で笑えるようになった。世界中の人がクリスチャンになればいいと思いました。お金の奴隷はもう嫌です。心から平安になりました。
この放送で腸捻転が治った、この放送に出会えたことも奇跡です、心に平安が訪れました、十字架がとてもかっこよく見えます、この放送のおかげで毎日元気に過ごせています、旧牧師の元気が出る放送放送を見て少しは悪事をしないようにしました、この放送を見て爆笑します、この放送のおかげで鬱が治りました、人生慌てるのをやめました、3年見続けてやっと聖霊を感じれるようになりました、ハレルヤ、よかったですね、お金に執着しないようになりました、アメン、この放送のおかげで自分は一人じゃないと思えるようになりました、ニートだけど大丈夫、まだ慌てる時間じゃない、お金じゃないと気づいたら神に祈る時間が増えた、アメン、牧師様の愛のある導きに感動しました、アメン、神の光を感じれました、この放送で今日もご飯がうまい、今日も一日ありがとうございます、イエス様に感謝、お金は時に悪魔のプレゼントです、お金を求めるのは間違いだと分かりました、今日もこの放送を見れることに感謝したいです、キューちゃんが長生きしますように、ありがとうございます、キューちゃんの放送を見ると心が軽くなります、お金がなくても幸せです、クリスチャンは優しい人が多い、イエス様に愛されたいです、 BSP の方々に悪込み打ってはいけません、ね、BSP は私を応援してくれてるんですから、ね、BSP の悪込みをやめてください、お金のために頑張るのは間違いだと思います、BSP を NG ワードに BSP を NG ワードにしましょう、 BSP、 はい、 BSP は NG ワードになりました、もうBSP 打てませんね、もう BSP 消えました、
なんかいろいろやってます。お金は人を悪魔に変えます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今日はまあお金の話、経済学ですね。経済学、結局ですね、多くの人はまあお金に縛られているということですね。お金によって人間関係が壊れる。お金によって欲に惹かれて犯罪に走る。お金を欲しがる気持ちで嘘をついたり、ね、それから盗んだり、お金が欲しいがためにもっと大事なものを失ってしまう。聖書が教えているのは、もっと大事なことがあるんだよ。正しさ、信仰、経験、柔和、平和とか、そういうものの方が大事なんだということですね。多くの人はサタンに騙されて、欲望の虜になっています。要するにお金によって自分の欲を満たそう、食べる、暴飲暴食ね、お金によって、買い物依存症、お金によって麻薬を買うとかね、お金によって権力を買うとか、お金によって見栄を張るとかね、そういうお金は結局は欲望を満たす道具になっちゃってる。欲望を満たす道具になっちゃってる。そしてその、世の中のビジネスもその人々にこの、ね、商品を買ってもらいたいためにその欲望をそそるような宣伝ね、綺麗になるとかね、好かれるとか幸せになるとか、そういうキャッチフレーズのですね、広告が多いです。つまり広告というのは、人々の欲望を誘惑して商品を買わせようとする、そういうのが、まあ、この世の、ビジネスですが、この世の経済社会の中で本当に大事なものが忘れられている。欲を満たすことばっかり求められて、誘惑、まあ、挑発というか誘惑というか、そういうことの中で、その欲を追求するような、そういうことをするのが当たり前の社会になっていますが、聖書では、それはダメなんだよということですね。多くの人はお金の奴隷になってもっと大事なものをないがしろにしているということですね。クリスチャンはそこに気づきました。クリスチャンは悔い改めました。お金を愛することを悔い改めました。欲望を神とすることを悔い改めました。クリスチャンは自分の罪を認めて、自分の罪を認めてイエス・キリストを信じます。これからは欲望に従うのではなくて、イエス様に従う。イエス様に従う。イエス・キリストの教えに従う。これが正しい生き方なんですね。クリスチャンは、そういう生き方なので、無駄遣いがなくなります。お金で、心を満たそうとするやり方がなくなります。お金は、お金で、満たされるのではなくて、信仰で神のものを、無料で受けることができるのです。お祈りというのはある意味では無料で神様からもらうという感じでしょうかね。お金のために祈ったら、神様からお金がもらえる。祈ることによって何でも無料でもらえる。
これが信仰と言ったらいいでしょうか。ですから皆さん、大事なのは、お金で欲望を満たそうとする生き方ではなくて、イエス・キリストに祈って、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに祈って、そのものを得ることが大事だということですね。それどこに書いてあったかな、ここですね。ヤクブの 4-2-3 がそういうこと書いてあるね。ヤクブ 4-2-3、2節ね。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方 のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。抵抗のない人たち、世を愛することは神に適することがであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。つまりですね、争ったり喧嘩したりするのは、要するにこの欲しいものを手に入れるために争っているわけですね。人間同士が争うのは欲しいものを手に入れようとするからです。でももし欲しいものがあったら神様に祈ればいいということですね。イエス様に祈れば争いはなくなるんですね。今日は、生放送するんですか。ハイソクスさんが今日、生放送するということで、夜するんですか。はい、じゃあれですね、コミを貼ってください。コミを貼らないと見ることはできないので、ハイソクスさん、コミを貼っといてくださいね。はい、そういうわけで、深夜1時、私寝てます、聖書経済学分かりましたでしょうか。皆さん、人間が幸せになるためにはお金で幸せになるのではありません。人間が幸せになるためにはイエス様に祝福されることですね。イエス・キリストに祝福されること、天国ポイントがたまること、これが本当の幸せですね。これが本当の幸せ。皆さん幸せになりたいですか。幸せになりたいですか。幸せになりたいですか。はい、じゃあ招きをしましょうね。招き、もうお金を求めるのをしないで、もっと本当に価値があるものを求めようと決心しようと思う人、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、私のスカイプ、私このスカイプコミュニティに貼ってますけど、これが私のスカイプの ID、 これスカイプ、私のスカイプの ID ですね。お金よりもっと大事なものを求めるようになりたい。イエス・キリストを信じて天国ポイントって、まあイエス様の言葉によるとね、なくならないお金のお財布というような言葉があるかな。天の宝を蓄えるなくならないお金のお財布、天国、まあ私は天国口座って言うんですけどね、天国口座の天国銀行の口座と言います。はい、天国銀行の口座が欲しい人、天国ポイントを貯める、まあ、天国カードがいいかな、天国カードが欲しい人、イエス・キリストを信じて天国ポイントを貯める天国カードが欲しい人、天国銀行の口座が欲しい人、アメンと言ってください。アメン、アメン。聖霊体験はお金では買えません。アメン、アメン、アメン、アメン。本当のお金を貯めるお財布が欲しい人、天国カードが欲しい人、アメン。
イエス・キリストを信じるならば、ね、天に、口座ができます。お財布を持つことができます。本当のお財布を持つことができます。アメン、アメン。アイペさん、アメン。お金がなければね、うまくいかないと思ってる人は、お金がないことによって悩みます、心配します。しかし神様が優しい方で、神様が本当に与えてくれる、養ってくれる、祈りを叶えてくださるということを知ることができたらば、人生は心配がなくなります。人生は、この非常に楽しくなります。心配や恐れがなくなります。明日の心配はしなくなります。明日の心配をしなくなります。神が生きていて、私たちに本当に良くしてくださること、神様は素晴らしい方だということを信じると、明日の心配はなくなります。明日の心配がなくなります。はい、お祈りします。天のお父様、多くの人はお金の奴隷です。お金の奴隷です。お金に縛られています。お金がないと食べていけない、お金がないと幸せになれない、お金がないと本当に困るという、お金に、縛られています。しかし、そうではない、神様が祝福してくれる、神様が与えてくれる、その自分の欲を満たすものはお金かもしれないけど、本当に私たちを満たすのは欲ではなくて、神様がくださる霊的な賜物、神様がくださる喜びや、神様がくださる愛や、神様がくださる希望が本当に私たちを満たすものだということが分かりました。本当に必要なのはお金で買うものが必要なんではなくて、本当に必要なのは、信仰によって受ける神様の祝福、神様の祝福が本当に必要なんだということが分かりました。今アーメンと言った方々がそのような価値観を持ち、本当にそのように、祈りによって信仰によって神様から受ける霊的な祝福を求める人生となりますように。今アーメンと言った方々、霊的祝福を与えてください。永遠の命を与えてください。永遠の命を与えてください。お金では買えない永遠の命を与えてください。イエス様、祝福してください。祝福してください。リスナーの人たちを祝福してください。どうぞ、本当に、本当に必要なものを与えてください。イエス様、どうぞ今アーメンと言った方々を祝福してください。多くの人を解放してください。自由になりますように、自由になりますように、自由になりますように、お金から自由になりますように、永遠の命を受けますように、霊的に豊かになりますように、天国カードを持つことができますように、天に宝を蓄えることができますように。祝福してください。祝福してください。神様に祝福される人生、神様から祝福される人生が始まりますように、始まりますように、始まりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さん、本当にですね、正しい経済学、聖書経済学によって本当に幸せになりましょうね。幸せになりましょう。衣食で満ち足りましょう。衣食で満ち足りて、本当に必要なのはお金で買うものではなくて、神様からもらう良いもので満たされましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャロン、シャロン、シャロン。アメン、アメン、アメン。